の PT 宇佐です。 100m は敗れました。 400m ハードルと 200m に勝っています。日本の磯崎博美、前回のニューデリー大会の優勝者、今回は 200m5 位。8コースはインドネシアのイラリ・ロサ、笑みが見られますインドネシアのロサ。後ろの磯崎はやや硬い表情です。 100m を走り終わったばかりの宇佐、はい、ただしこの種目は得意の種目ですが、まあ、これは優勝することは間違いないと思いますけども、はい、まあ、その 100m の影響がですね、どのぐらいタイムの上に現れてくるのか、はい、その辺ですね。それとあと腰元さん、はい、それから磯崎さん、はい、あの 100m では日本人決勝に残らなかったんですけど、2人に残っておりますので、はい、まあ、これはどちらか一方はメダルに届いてもらいたいと思うんですけども、400m ハードル、200m に優勝を飾りまして三冠を狙いますインドの PT 宇佐、南インドのケララ州の出身です。今年22歳、前回のアジア大会では磯崎に敗れています。スタートしました。宇佐が大きなストライドで飛ばしています。宇佐が早くも先頭に立ちました。宇佐圧倒的な強さです。日本の磯崎は遅れています。磯崎遅れている。インドの2人頑張っています。クリシンカルも上がってきました。インド、日本の2人は遅れている。第3コーナーカーブを曲がります。宇佐強い、大きなストライドで宇佐飛ばします。そしてインドのクリシンカルも追ってきました。ホームストレートにかかりました。クリシンカル頑張っている。磯崎追ってきた。磯崎現在第3位。腰元は大きく遅れた。宇佐先頭、宇佐先頭、インドの2人の争いだ。クリシンカルちょっと遅れた。磯崎3位頑張っている。あと 10m に借りました。宇佐1着でゴールイン、3冠達成。続いてクリシンカル、第3位に日本の磯崎が入りました。タイムは52秒。相当しかし今日は 100m リレーはインドはしかしこれ有利ですね。さっき強い選手がいますね、はい。そしてホームストレートにかかりまして内側の中国の高生が追っています。圧倒的な強さを見せましたインドの PT 宇佐、これで3種目目の優勝を飾りました。6メーターぐらいのリードを奪っています。このインドの宇佐の後ろに日本の磯崎がいます。この辺りから頑張りました日本の磯崎、画面の左側の選手です。独特の手の振り方が非常にリラックスしていていいですね、はい、リズム感がありますね。それとやはり4年経つとですね、はい、まあ、これほどこうレベルが上がってきたかなという感じですよね、そうですね、はい。宇佐の非公式のタイムは52秒18、そして日本の磯崎の公認記録、日本記録53秒。